はい、じゃあ1年です。今回はですね、港川外人住宅街を散歩しながらね、紹介していきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。港川ステイツサイドタウンですね。今見えてる看板があって、ここにいっぱいね、この外人住宅街が密集してるんですけど、この外人住宅って何かっていうとね、今見えてたような平屋があるんですけど、そこの中をリフォームしてね、リノベして、カフェだったりとか雑貨屋とか、まあ飲食店ですよね、そういったのが入ってるお店がいっぱい集まってるところが港川っていう地区にあってね、そこの外人住宅街ですね、集まってるところですね、をが今最近ね、うちなんちもそうですけど、県外からのね、観光客とか、特にね、中国からの観光客、まあインバウンドの方々ですね、今あんまり来ないですけど、すごい注目されて人気になってきてるんで、そこをね、散歩してみましょうね。で、僕のこのチャンネルの動画ってね、どっちかっていうと、カットとかね、上手にできないんで、散歩するような感じになってるんですよ。だから今回の動画とかもね、ずっと歩きながらね、この街の背景だったりとか、あとはお店の紹介もね、ちょっとさせてもらいながら、見ていくような感じになってますんで、やっぱりね、僕も経験あるんですけど、ガイドブックとかね、他の YouTube 動画見たりとかしてね、カットして、綺麗にね、映ってるものを見たらね、実際行ってみた時にね、こんなに狭かったんだとか、広かったとかね、ちょっとイメージとね、結構かけ離れてるようなものも多かったので、僕的にはね、実際にリアルの生のね、感じっていうのを味わってもらいながら、計画立てる時にね、旅行計画立てる時にも立てやすいと思うんですよね、そっちの方が。これぐらい広かったらここ行ってみたいなとかね。あと例えば今回だと散歩で大体20分ぐらいかかるんですけど、じゃあここでご飯食べて雑貨とか見たりとかしたら、やっぱり2時間近くはいるなとかね、そういう感じで下見の時も計画立てやすいですし、もしね、一回行ってみたことがある人だったらね、もう一回ね、晴れた日の外人住宅街の雰囲気味わってほしいなと思いますんで、ぜひね、最後まで見ていただければなと思います。はい、で、外人住宅街のね、ちょっと説明だったりとか、うちなんちで僕もね、昔から外人住宅わかるんで、ちょっとそういったね、背景というかね、もうちょっとお伝えしたいんですけど、この外人住宅って大体1950年代から60年代ぐらいにどんどん作られていったんですけど、この港川のね、近くに軍基地があるんですよ、米軍基地ね。で、他のところもいっぱいあるんですけど、その米軍基地の中の、ね、軍人さんたちが、住むところがね、ちょっと満帆になってきたんで、じゃあ沖縄の基地外のところにもね、住んでもらおうってことでね、こういう平屋のコンクリートのお家をね、外国人仕様で作ったっていうのが始まりなんですよ。で、それがね、今回こちらの港側だと60棟ぐらい建ってるっていう感じで、それが今でも残ってるんですよね。で、やっぱりね、中僕もね、入ったことありますけど、玄関がね、日本風じゃなくてなくて、そのまま土足で入れるようになってたりとか、広く取られててね、敷居が 2LDK ぐらいになって、リビングがすごい広いとか、あとキッチンが広かったりとかね、そういう感じになってて、もちろん外国の人たちが住むようになってるんですけど、それがね、大体ね、戦後ですよね、日本復帰してからね、どんどん日本、沖縄のうちなんちの人にも貸し出すようになってきたんですよ。で、そしたらね、やっぱ当時の人たちからしたらね、やっぱなんか憧れのアメリカンのお家っていうことでね、結構入った人たちもいて、実際僕の同級生とかのもね、港側じゃないですけど、違うところの外人住宅借りててね、そこが実家っていう人もいたぐらいなんですけど、やっぱりね、僕たちも入ったらすぐ分かるぐらい、やっぱかっこいいなっていう感じでね、憧れのそんなお家だったっていうのがあります。で、そこからまたね、古くなってきた時にこの港側のところは一帯をね、沖縄の会社が買い上げて、で、それで今度はね、リフォームしてからカフェとか飲食店とかで会社なんかね、商売していいよってことになって、それでできた感じですね、港側のこの外人住宅では。やっぱりね、リフォームしていいよってなってるんで、いろんなね、オリジナリティがあるお店がいっぱい出てきてますよね。飲食だけじゃなくて、今みたいな雑貨屋とかね、っていうのが出てきてます。で、この中で港側の外人住宅が一番ね、人気になったのが、この今見えてるオハコルトですね。最初の方からね、ずっとあるんですけど、お土産とかね、あと、那覇空港とかで見たことないですかね、このフルーツタルト、店舗もあるんですけど、多分お土産でもらった人とかもいっぱいいると思うんですよね。で、このオハコルテがすごい人気になって、今も見えてましたけど、
この店舗の雰囲気だったりも可愛らしくて、まあ、女性人気でね、でそのプラス、まあ、もちろんフルーツタルトも美味しいっていうことね。だからまあうちなんちゅうの中でもまあ火ついたんですけど、まあ、ここが本店ってね、あんまり分からん人も今ではいるぐらいね、うん、なんですけど、ここが本店なんですよ、本店で那覇にもあってね、カフェみたいなのもあったりとかするようなところなんですけど、まあ、そういうオハコルテがあって、どんどんまあそういうお店がねここの中で認知されてきた、来てみたらいろんなところがあるさってなってね、ご飯も食べれるし雑貨屋もあるしってね。で、まあ、さっきちょっと見えてたところアメリカのオーナーの人がねやってて、ずっとねあのやってて輸入してきてね、アメリカのレトロなものだったりヴィンテージものとかを仕入れてね、ここで売ってるとかっていうので人気だったりとかするので、うん、やっぱり、まあ、まだまだねすごい認知度があるっていうわけじゃないんですけど、うん、うちなんちの中ではね、あのチャタンのアメリカンビレッジ、あそこもね、僕なんか若い時もね結構流行ったんですよ。その後にね、ここの港川外人住宅街が流行ってるっていう感じの流れですね。はい、で今回ね、まあ、オハコルテも紹介しましたけど、まあ、流れながらねちょっと紹介していこうと思います。でここはね、那覇空港からだいたい今20分から30分ぐらいかかるところなんですけど、まあ、ちょっとねバスで行くとかモノレールが近くにあるとかっていうのがないんで、まあ、基本はねもうレンタカー借りて車で来るしかないです。まあないわけじゃないけど、まあ来た方がいいです。でこれまではあんまり駐車場とかも整備されてなかったんで、路駐したりとか、まあ、お店の前にボンボン止めてたりとかしてたんですけど、今はねパーキングがなんか2つできてて、でもまたねお店の前とかでもねちょっと広く取られるようになったりとか、駐車場がよくあるのでね、そこに止めても車で来たら大丈夫よっていう感じです。で、まあ、オハコルテとかはね今コロナ の時期なんであんまないですけど、もうほんとねコロナ前とかねインバウンドの人たち行列できてたんで、ちょっと駐車できんよっていうこともあったんですけど、まあ今ではねそんなこともなく、うん、大丈夫なので止めれます。まあ駐車場も整備されてますからね。はい、なので車で来てねっていうのが1個ですね。で行く時間帯としてはね昼時前後ぐらいがいいと思います。うん、っていうのも、まあ、ランチやってるとこも多いし、まあ、ディナーも一応あるんですけど、やっぱね、オハコルテとか、今ちょっとちらっと見た、今から見える、ほうき星、ここもね、オハコルテの次にね、流行ってきた、今まさに流行ってる、お土産屋さんなんですけど、お土産品ね、なんですけど、そこも、やっぱどうしてもね、まあ、夕方とか、ディナーとかはやってないので、なので、お昼時に来た方がいいかなと思いますね。ここですね、ほうき星。カヌレね、カヌレ、黒糖カヌレっていうのを作ってて、お土産屋さん、まあここも那覇空港にもあるんですけど、ここが本店なんですよ、ここが本店で、いろんなね例えば県産のパイナップルとかを使ったりとか、あとまあタラマ産の黒糖、あと大宜味の緑茶とかね、クースとかそういうのを使ってね、カヌレを作って、このこういう丸いお菓子ね、多分見たことあると思いますよ。ほうき星で検索したらね、今すごいもう人気なので、すぐ分かると思います。で、ここのね、右手に見えてる、沖縄ではね、有名なコーヒー豆を販売して、卸ししてたりとか、まあ、ここでコーヒーも飲めるんですけど、豆いっぱい売っててね、そこともコラボしてるところですね。セラードコーヒーとコラボしてます、ほうき星。この中でね、隣同士でやってるっていう感じでね。そう。だからこういうところも、やっぱりちょっと昼、ランチ時、の方がいいですし、まあ、ランチやってるところ食べながら、あとフルーツタルトとかね、今のほうき星とか、こういうお菓子、スイーツね食べながら買えるというような感じがいいと思いますね。でこの港があって浦添市っていうところにあるんですけど、まあ、那覇市の隣、名護川の隣ですね、北上する感じなんですけど、58号線沿いにあるんですけどね、ここはやっぱまあ海とかがあんまりなかったり、実際ホテルもそんなないんですよ。ない、うん、リゾートホテルはないね、うん、聞いたことあんまない。で宜野湾市ってそのもう一個上に行くとか、茶壇とかに行ったら結構あるんですけど、だちょっと中間ぐらいのところなので、まあ、ここでね昼時遊んでからどっかにまた行くっていうような感じで、うん、ちょっと間でね遊ぶみたいな感じだと結構、うん、楽しく遊べると思いますね。はい、でここのねお店は最近できたところですね。魚とか肉のねコース料理が食べれるっていうところで、ここはディナーもやってます。ランチでもちゃんと食べれますし、肉料理も魚料理も食べれるっていうところですね。やっぱ雰囲気がすごいいいですよね。まあ僕たちもそうなんですけれども、うちなんちゅもね外人住宅街ってね港側だけじゃないんですよ。
北中城にもあったりとか石川とか、まあ、あのうるま市ですねとかにもこういうあの外人住宅街ってあるんですけど、まあ、港側がね結構まあ件数も多いっていうのもあるんですけど、一番ねあの、まあ、人気に火がついたっていうところはもうこの中のね内装とかをリノベーションしていようってなったってことなんですよね。で今まではやっぱりまあ賃貸とか、まあ、住んで過ごしあの暮らす、まあ、普通に住宅として寝かしてたのが、まあ、商売やっていようってなった時にやっぱり何し、まあ、リノベーションできる広さっていうのもあるんですけど、どんな風に変えてもいいよっていう感じでやりだしたから、いっぱいオリジナリティあるねお店っていうのが出てきて、今も見えてたところとかもイタリアンやってたりとか、ここはねピザのね窯があるらしいですよ。窯ピザ焼く窯ね、中に入れてから窯やってたりとか、あとあのさっきのねセラードコーヒーとかはここ焙煎してますからね、うん、こんなのも全部リフォームしてて、であのオハコルテとかみたいにね全然雰囲気がもう可愛らしい感じで自分たちでできたりとかっていう感じなんで、やっぱオーナー側もやりやすいじゃないですか。こんな風にしたいけどやっぱ賃貸で借りてからできないなとかっていうのがあんまないので、だからそういう意味でオリジナリティあふれるお店っていうのがどんどん出てきたんで、やっぱここ行ったら楽しいってなったんで火がついたっていうのがあるんですよね。で北中の方っていうのはどちらかっていうとカフェです。カフェ、ここはまあカフェブームにね、あの沖縄もねカフェブームがあってね、沖縄にいっぱいカフェがあるんですけど、それも雑誌とかが、ね、いっぱい出だした時もやっぱ北中グスクの外人住宅街っていうね、まあ、ちょっと、ま、ちょっと距離あるんですけどね、港側よりは隣同士のだけど、そういうところが結構流行ったりとかして、外人住宅自体がね結構あの流行ってる、沖縄で流行ってます今は、はいって感じですね。だからここはもう本当にねメッカなんでね、外人住宅街のもうぜひね行ってみてほしいなと思います。まあ、歩いてるだけでも全然楽しめますよ。ここはね照明のあのオリジナルの照明ショップですね。結構沖縄の人たちが来ても楽しめるようになってるっていうのは、こういうねお家で使うものがあったりとか、この、まあ、隣もねそうなんですけど、あのもうちょっと先ってとこね、もうそうなんですけど、いろんな、ね、沖縄の人たちが買いに来る、買い物も行けるっていうような楽しみ方もできるので、うちなんちも結構います。で、あのお蕎麦屋さんがありましたけど、ここもね沖縄蕎麦屋さんなんですよ、石工夫っていうね、ここももっともっと有名です。店舗いっぱい持ってるんですけど、何店舗かあるのか、5店舗か6店舗ぐらいあると思うんですよ、石工夫ね。で、ここも初代沖縄そば王って言ってね、うちなんちの人たちがどこのそばが美味しいですかっていう時の、まあ、1位になったようなお店なんですけどね、ここももともとあの沖縄の元祖 の沖縄そばを再現するって言ってね、あの卵焼きをそばに入れているっていうのをやっているところが店舗であるんですけど、そこがね外人住宅、アメリカのお家をねリフォームしてからそば屋やったりとかして、ここは鶏のをメインにしてね、あの沖縄そば出してるんですけど、ここもすごい美味しいのでね、うん、昼時に行ってもいっぱいいますよ人、うん、美味しいですからね、うん、ぜひ行ってみてほしいなと思います。こういうのも面白いですよね。アメリカのお家とかでなんていうんですか、まあ、他のところっていうのは瓦とかでねやのところ借りてやろうと思うんですけど、こういうアメリカのね外人住宅をリフォームしてから沖縄そば屋やるとかっていうのもね面白い。中とかもねちょっとなんか異文化でね面白いですよ。本当にミックスされてる感じですね。よくねアメリカの文化、まあ、アメリカ文化っていうとチューブが多いんですよ。沖縄市だったりとか、あと、まあ、チャタンとかね、そういうところがやっぱ多くて、やっぱ基地が 多いですからね、嘉手納基地とかチャタンにもあったしっていう感じで多いので、その人たちが遊びに来るっていう感じで、やっぱ街もねアメリカ文化っていうのが結構浸透してるんですよ。ただそのアメリカンビレッジとかっていう、まあ、結構ねあのまあ、目立つというかメインのアメリカ文化っていうのとちょっと違ってね、まあ、ローカルな感じ、本当にまああのアメリカ人の人たちが本当に住んでて、でそこをリフォームしてで育ってきたっていう街並みなんで、ここは結構僕なんかもそうですけど親近感もあるし、やっぱね毎回毎回来たらね街並みが変わってるんで、どんどん上等になってってるしね、すごいお店もいっぱい出てきてるので、そういう意味でねやっぱ定期的にね知南町の人たちも遊びに来るような場所ですね。ここはこの絵とかもなかったんですよ。こう描いたんですかね描いていいのかな、まあ、リフォームしてもいいってなってると思うからだと思うんですけど、こんなのまでももし描いてもいいってなったらすごいですよね、うん、
あでここのね左側のところがねあの洋服屋さんなんですけど、ここは全国展開されてる洋服店の店舗みたいですね、沖縄店みたいな、うん、すごい有名な洋服屋さんみたいなんですけど、最近から今撮ってるのが2020年の7月なんですけど、最近からねちょっと前ぐらいに来た時は僕はなかったんですけどね、いつからかなってできてましたね。でこの今この見えるオレンジの建物っていうのがあの木のおもちゃとかそういうね、まあ、木の素材を使ったものを販売してる会社 の店舗なんですけど、お店なんですけどね、ここは結構うちなんち向けかなとは思うんですけどね、中でねあのそのリビングみたいなのリフォームされてて、そこに木のおもちゃとかがいっぱいあるんですよ、滑り台とかね、そこであの、まあ、料金払うと子供たち遊ばせて、ママの人たちはちょっと休んでコーヒー飲めるっていうようなサービスしたりするんで、それがねインスタとかねあの SNS で結構上がっててね、僕もそれで知ったんですけど、ああそんなところもあるんだなと思ってね、港周り、うん、ここはちょっとうちなんち向けかもしれないですね。でもうね最後ら辺になってきてるんですけど、こういう風にね路地側にお店もあるんですけど、ここがこういうちょっとね看板が立ってて何番って書かれてるんですよ、そこに入っていくっていうような感じで、まあ、もう雰囲気もねなんかアメリカを演出してるような感じになってますよね。一番最初に見せた看板あったじゃないですか、あそこに数字が書かれてて、それをたどっていくとここの番号で入ってったら見れるよっていう感じになってます。案内板ですねこれがね。でこれがあのアメリカのチームになってるんですよね、上の方を見てもらうと分かると思うんですけど、これとかはねここはオレゴンってなってますね、オレゴンって書かれてて、これだと58番59番60番ちょっとおしゃれですよね、うん、こんな風に書かれてます。でここもね一帯はね新しくできてますね、新しくできて昔はね空いてたんじゃないかな、うん、今のところはね和の和食とあの沖縄のあの食材っていうものを掛け合わせて、まあ、茶道教室とかやってるみたいなんで、うん、すごいあのなんかちょっと変わった感じでね、うん、楽しめそうですよね、茶道とかねお茶とか飲めたりとかするんですね。でここがあのハンバーガー屋さんですね、僕もねインスタでちょっとアップしたことあるんですけど、できてすぐ行ったんですけどね、すごい美味しかったですよ、うん、ユニークなあのハンバーガーがあってね、あの青カビになってるマッシュルームとねハンバーグ、デージ美味しかったので、ぜひ食べてみてほしいなと思います、ここはね。沖縄ハンバーガー屋さんもすごい多いですからね、うん。結構ね、ハンバーガー特集とかやったらもしかしたら面白いかもしれないですね。うん、で、ここがもう、あの、港川住宅街の最後のところになりますね。で、こんな風にね、まあ、他のところはね、結構まあ、おしゃれにね、作られてると思うんですけど、僕のチャンネルそんなおしゃれにもできないけどね。ただ、やっぱ紹介したいんで、うん、こんな風にね、まあ、ワンカットでやると、あ、大体これぐらいかって、今だったら大体20分ぐらい歩いてるんですけど、ここでね、もしご飯食べたりとかしたら、多分まあ、やっぱ1時間ぐらいかかるな、っていう感じで、まあ、うちの沖縄のね、旅行計画にぜひ役立ててほしいな、と思いますので、まあ、もちろんね、個別でね、他のお店とかね、特集できればな、と思ってますので、はい。ぜひね、他の動画も見ていただいて、何か質問とか、こんなのやってほしいよってのがあれば、コメントぜひいただければと思います。はい、では、以上です。